にちは。こんにちは。はい、豊さん。はい。今日も3年生を振り返るの時間ですが。はい。まあ今回はね、うん、パリーグの本拠地ということで。はい、第3カード目。そうだね。パリーグの本拠地 DH あり、うん、ね、交流戦もこの3連戦でもう折り返しになるというね。ね、ちょうど真ん中が終わり、はい、まで来たということですね。まあそうだね。で、カンバヤちいちゃん、ね、最近はカンバヤちいちゃんと言われることがあってね、な、結構あるな。看板屋さんですよねって声かけてもらうとやっぱ嬉しいですね。いや嬉しいか、なんか顔出てないのに分かってくださってる人がいてびっくりしますけど、うん、まあね、嬉しいですね。はいはい、はい、だからまあ会った人は看板屋ちいちゃんって、まあ、呼んであげてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、やっていきたいと思います。うん、はい、はい、こうなりました。ということで、うん、今回は、はい、ちょっとセ・リーグ、パ・リーグ、ジグザグ。まあそうだね。それもなんか本当に綺麗にこうね、順番に並べたわけじゃないんですけど、うん、こう1カードずつセ・リーグ勝ち越し、パ・リーグ勝ち越しってなってますけど、まあ、そうだね。はい、まず上から見ていきますと、はい、楽天対阪神は楽天が2勝1敗で勝ち越し、はい、うん、はい、日本ハム広島は広島の3連勝、うん、ソフトバンク DeNA はソフトバンクが2勝1敗、はい、オリックス、ジャイアンツは2勝1敗、うん、ロッテ対ヤクルトはロッテの2勝1敗の勝ち越し、はい、西武と中日は2勝1敗の勝ち越しということですね。はい、はい、じゃあまずは振り返り、うん、ね、楽天対阪神、はい、ね、楽天の方は則本、田中マー君、唐島、はい、阪神は村上、西勇輝、伊藤、はい、ね、これ移動日なしで仙台に乗り込んで、前日の試合が5時間7分。そうそう。まあ延長戦をね、戦って移動したわけだけども。ね、一日ね、雨で順延になった分がね。まあそうだね。はい、あったので。で、楽天が4対1で勝つ。はい。ね、キャッチャー太田が2打席連続のタイムリー、うん、まあ2安打3打点というね、非常に活躍をした。はい。ね、阪神の方は前川がプロ初ヒット、うん、ね、しかし村上が4失点ということで、まあ、負け投手、うん、ね、村上は8回116球7安打4失点、うん、これ完投負けなんだよね。ね、なんかそんな表現あるね。でもね、これはね、前日7人ぐらいリリーフ使ってんだよね、阪神が。前日は全部で8人ですね、先発が。先発入れてね。そうですね、はい、で、うん、リリーフを7人使ってるということで、そうですね、まあ、それでね、この村上の完投負け、うん、リリーフ陣を休ませる、うん、これはね、勝ちに等しい完投だね。なるほど。あ、まあ則本もわ悪くはなかったけども、うん、なんか村上がすごく、まあ、そういう面では目立ったゲームだったよ。はい、でリリーフを使わずに完投負けできるっていうのは、うん、まあ、岡田監督も辛抱したと思うし、はい、また DH 制というのがね、うんうん、やっぱこう打順が回ってこないから、まあ完投に繋がったとは思うけどもね、はい、まあだけど非常に価値ある完投負けということで、村上を評価したいよね、ここはね。負けたけれどもね、はい、はい、ということで2試合目は、はい、11対3、うん、阪神が勝つという、はい、この試合3番 DH 前川、うん、ね、ノイズを外しました、3回前川の内野安打でチャンスを広げ、うん、佐藤の三塁打タイムリーね、で、得点すると、はい、まあ、その裏、まあ、楽天も反撃をする、うん、安田辰巳の連続ホームランで1点差に詰め寄るんだよね。はい、だからここら辺、やっぱり安田とか、うん、辰巳が打つとね、なんかこう活性化してくるっていうようなね、うん、まあ、そんな感じもするし、はい、まあ、大郷もね非常に当たってるしね、うんうん、だから若手が躍動してきたなっていうような感じがしたんだけど、うん、まあ、しかし5回梅野のタイムリー、小畑のスクイーズで、ミエセスがこの試合でホームランを打つとか、うん、まあやりたい放題やったね、これいや本当に、ね、うん、ね、楽天もね11安打打ってるんですけど、まあまあそうだ ね、 ね、なかなか手に結びつかないというね、うん、マー君がやっぱこう失点が続くな、うん、うん、ちょっとやっぱこう考えなきゃいけないかなっていうような感じもするけども、原因は何かありますか。なんかしっくりきてないんじゃないのかなと思うけどね、まあ、それと
この試合西勇輝がちょっと足首をちょっとひねった感じで、うん、まあ、途中降板するんだけども、はい、まあ、その後のピッチャー陣がねよく頑張ったということでね、うん、だけど前日の村上がやっぱ完投負けをしてくれてるということが、はい、まあ、この勝利につながったかなっていうような感じがするよね。なるほど、はい、はい、で3試合目、うん、6対4、はい、楽天、うん、浅村先生小郷犠牲フライ、はい、太田がねまた気の利いたことやった、うん、あのランナーサードセーフティーバントやって内野安打でタイムリーというね、まあ、効果的な点をね、はい、3点取るんだけども、まあ、7回、うん、ショートのエラーを皮切りに失点、うん、8回にはフォアボールのランナーを置いてライトがエラーをするんだよね、はい、大号が、うん、でそれを一気に3点を取って逆転するんだよこの試合、ね、4対3にするんだよね、うん、でああやっぱなんていうのミスに乗じて逆転 していくっていうのは阪神強いなと思ったの、うん、しかし9回、はい、湯浅がセーブシチュエーションで出てきて、うん、2つのフォアボール、うん、いや湯浅は珍しいんだよね、うん、球がやっぱちょっととっちらかってるっていうようなさ、うんうん、そんな感じがするんだけど、で小深田に逆転のサヨナラホームランを打って負けたという、ね、だからまあそこまでは非常にずっと我慢して相手がエラーをしてミスに乗じて逆転はしたんだけど、湯浅がねちょっと心配だな、ね、なんかこうね今までこう見たことのないような負け方だったりしますよね、まあ、そうだね、まあ、この前はねエラーがあったりとかしてセーブができなかったというね、まあ、いうで延長になったのかなその試合はね、まあ、そういう試合もあったし、まあ、今日のなんかは、うん、フォアボール2つもう余計だよね、うん、フォアボール2つから逆転のサヨナラホームラン、ちょっと考えなきゃいけないかなっていうふうに思うよね、うん、なるほど、うん、岩崎がちょっと変わるかもわかんないねここら辺は、あの最後にっていうことで、だから湯浅は8回、うん、まあ昨年の形に戻すような、うん、まあそんな感じも岡田監督は考えてるかなというような気がするようなちょっと失敗だったね、うん、はい、なるほど、まあ、ということで楽天が勝ち越しということでね、はい、うん、次、はい、日本ハム対広島、うん、ね、上原、加藤、はいはい、上沢、うん、広島は大瀬良、栗、コルニエル、うん、ね、三丁の両敗ということで、うん、1試合目、はい、ね、3対2、松本剛がツーランで先制するんだよね、うんうん、で加藤も9試合連続のヒットを打ったりとか、うん、するんだけど、まあ、途中スクイズが失敗したりとかしながら、2対1でいくんだよね、うん、で8回宮西がまあ捕まるんだけども、はい、その先頭バッターのショートゴロをちょっとね動きが上川畑と悪いんだわ、うん、この試合ということではなくて最近ということですか、まあ、この試合はその打球ということで、ね、なるほど、うん、で宮西もあれ取れたんじゃないかなっていうところから始まってんだよね、うん、それで、西川が、はい、もう粘ってさ、ま、うん、っすぐ投げても粘る、あの詰まりながら粘る、うん、スライダーは引きつけて粘る、でとうとう三遊間に持っていかれて同点タイムリー、はい、で宮西を我慢するかなと思ったら、うん、玉井に変えたんだよね、うん、もう我慢しきれずに、なるほど、そしたら広島の方が代打松山、うん、2対2の同点からまあ、打ち取ってる打球ではあるけどもレフト線に落とされるんだよね、うん、それが決勝点となってまあ負けるんだけどもさ、はい、うん、だからその駆け引きっていうのがね、うん、まあ、広島の方に軍配が上がったかなという感じのゲームだったけども、うん、栗林がそうですね、この試合、はい、もうびっくりしたよ、うん、3年目で初勝利ね、やっぱり今までの役割からすると勝ち星はなかなかつかなかったということですね、まあ、そうだね、でも同点でいったとしても、うん、いやその裏サヨナラになったら栗林が勝ち投手とかさ、うん、そういうシチュエーションもなかったんだなと思うと、ね、すごいよね、うん、でも栗林がなんかすごく嬉しそうだったね、ねえ、やっぱり、うん、
初勝利っていうのは全然こうね感覚が違ってくるんでしょうね。違うのかな。だから西武はね、うん、もう本当にたくさん挙げてるんだけども、勝ち投手になったのが初めてというのが意外だった試合だった ね、はい、しかもちょっとこの最近ね大丈夫かなっていうような ねことがあった中では、うん、ちょっと勝ちは嬉しかったでしょうか ね、まあ、そうだね。だからまあ一つのきっかけとしてね、はい、上昇気流に乗ってくれるといいなと思うね。そうですね、うん、はい、はい、で2試合目、うん、1対0広島、また1点差ですね。加藤と栗ね、うん、これね3回バント失敗するんだよ、江越がね、うんうん、1塁から、はい、ノーアウトランナー1塁から2ストライク追い込まれたからヒッティングに変えたらヒット打ったんだよ。でチャンスを広げるんだけども、まあ、バント失敗とかありながら、うん、セカンドランナー江越ね、うん、に変わるんだよね、はい、で加藤が10試合連続ヒットをセンター前に打つ、はい、加藤豪介選手ですね。そうそうそう、はい、でああこれはタイムリーだって1対1の同点になるっていうふうに思ったら、うん、江越が判断ミスしてるんだよね、うん、で帰れないのよ。これはね、セカンドランナー江越としたら、うん、あの身体能力とかあればね、判断さえ間違ってなかったら江越の足だったら完全に帰ってこれたんだよね、うん、まあそういうミスもあるんだよね。なるほど、うん、で5回に、はい、うん、まあ、坂倉が、まあ、スライダーだったかな、引きつけて反対方向にホームランを打つというね。ねえ、うん、もうそれが唯一のまあ、1点になるんだよね、はい、でも日本ハムも黙ってなくてさ、うん、9回、2アウト1・3塁のチャンスを作るんだよ、はい、で上川畑、うん、ね、どん詰まりバットを折ってショート前に打ったら矢野がスーパープレーだよ、うん、ああこれ何アンダーになったと思う思ったもん、うん、でそれかもう矢野がもう全力で突っ込んできててそのボールをさばいたんだよね、うん、でファーストに投げたら低投しててちょっとハーフバンドを、ニラサワがすくい上げたんだよね、うん、これもう2人の大ファインプレーだよね。ああだからもうびっくりした、あの矢野の守備には時々ミスもするんだけどもさ、はい、ああこういう度胸のいい守備もできるんだなと思って感心した、うん、なるほど、うんうん、矢野ちゃんやるじゃないいや本当にはい、いやでね、この試合、うん、加藤が8回3安打1失点、うん、この坂倉のホームランだけ、ね、まあ栗も頑張るんだよね、7回2安打、うん、無失点という ね、うん、この試合で栗が防御率トップに立ったんじゃないかな。そうですね、ね、うん、うん、まあ素晴らしい投手戦の中で、はい、まあ、やっぱりミスをした方がね、うん、まあこの試合は走塁ミスだったけども、うん、エラーとかそういうのをにはつかないけどもね、うんうん、そういう判断ミスがあったりだとかするとやっぱこういう試合になっちゃうよね。ねえ、はい、もったいない日本ハムは。ねえ、もうこの試合本当にこう両チームともにヒットも少なく、はい、ねえ、ね、で3試合目、はい、7対2広島、うん、5回にね、噂のエラーからバント処理をね、うん、加藤豪介とちょっと譲り合うような形で噂が取って一塁に投げたら悪送球になったんだよね、うん、まあ、それからだよ、ノーアウト満塁になって、でね、見事だったのは2アウトまでこぎつけるんだよねノーアウト満塁が、はい、まあ、そしたら野間がちょっと浮いたチェンジアップを、まあ、拾ってライトにタイムリー、うん、まあ、2人が帰ってくるよね当然、はい、で2人だったらいいんだけど、ちょっとね、万波からの送球を、清水が反らすんだよね、キャッチャーの、ちょっとね、でポロッとやってる間に一塁ランナーだった矢野がその隙を、ついて、うん、ホームインするんだよ、うん、もう素晴らしい判断力、ね、矢野ちゃんやるじゃんいや本当にね、はい、うん、でこの試合で、うん、まあ、加藤が止まるんだけどもね、ね、日本ハムの加藤豪介選手ですね、うんうん、の連続のヒットですよね。そう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 が止まるという ね、なんかちょっとね、手袋が
弦を担いでね、臭かったらしいなみたいですね、だいぶな。だけど帰れるというね。そうですね、はい、だけどまあ満塁になったシーンはこの回ね、2つのエラーが、うん、まあそういう3失点につながったし、うん、まあ9回申告敬遠からまあ田中康介が、うん、まあ3ランで勝負を決めるんだけどもね、はい、加藤が止まり、まあただこの試合で日本ハムは、うん、2回、この3安打しか打ってないんだけど、はい、ヒットが出たのは2回だけというね。なるほど。他はもうぴったり止まってるという、うんうん、そしてコルニエルが今季初勝利、はい、はい、コルニエル投手、ね、コルニエルね、コルニエル投手、うん、なんていうの、絶対勝てるピッチャーだというふうに思ってたんで、うん、まあやっと勝ったなというね。ね、まあ7回95球3安打、はい、5三振2失点でね、うん、まあ、勝ち投手になったというね、はい、まあ、これから多分勝っていけるんじゃないかなっていうような感じがするよね、うん、はい、はいはい、続きまして、ソフトバンク DeNA、うん、有原、東山、森、はい、DeNA が今永、石田、東、はい、ね、左トリオ、はい、ね、1試合目2対1ソフトバンク、うん、まあ、有原が3年ぶりの日本のマウンドを踏んだんだよね、はい、で今永もいいピッチングだった、うん、今永は8回1安打1失点、ね、今宮のホームランだけに抑えるんだよ、うん、で有原6回3分の2、はい、5安打1失点、うん、ね、やっぱこうスタイルが変わったというかさ、うんうん、なんかこう有原は向きにならなくなったね、日本ハム時代日本で投げてる時っていうのは、うん、やっぱこう打たれるとカーッとなったりとか、打たれるともう力んだりとかするんだけど、結構なんか術を覚えてきてるのかなっていうような、う、まあ故障もありながらね、うん、手術も経験しながら、うんうん、だからそういう風になったのかもわかんないけども、ちょっと精神面がだいぶ変わってきた感じですか。うん、だから3年ぶりとは思えない、うん、まあ、落ち着きもあったしね、うん、で今永ももったいないね、ホームラン1本だけで、ね、でもこれは責められないよ、援護してあげないと、うん、ただね、その援護が5回ノーアウト2、3塁、はい、で林がね、ライトへ犠牲フライを打つんだよ、うん、ノーアウトだよ、はい、で、京田が帰ってくるんだけど、うん、セカンドランナーの戸柱がそのライトフライでタッチアップしてないんだよね。そしたらサードにタッチアップしてたらワンアウトサード、はい、もう1回犠牲フライでも1点が入るというシチュエーションだったんだけど、うんうん、外野もホームに投げてんだよね。あ、でもタッチアップしてないのよ。それはなんでですかね。いやー、だから自分の足が遅いというか、まあそういうことでちょっとひるんだのかもわからないけども、うん、これはね、やっぱ走塁ミスで大きかったよ。そうですね、ホームに投げてるからなおさらですよね、うん、そう、そしたらその後スクイズだってさ、うん、できたのにさ、うん、その走塁ミスで、なんていうの、勝ち越し点が取れないというね。うん、で牧原がサヨナラをね、伊勢から打つんだけども、はい、で打たれたのが伊勢、うん、で伊勢がやっぱね、今年調子悪いのはボールが散らない、ボールが行かないのと、うん、ボールが散らない、同じ高さで同じようなまっすぐばっかり投げられたらやっぱね打たれるよ。うん、やっぱ慣れてくるもん、目も。本来なら、うん、多少のその散らせて投げてるところで、うん、そういうふうに同じところに行ってしまうということですか。まあキャッチャーの経験もそうかもわからないけども、うん、もう少し高めに投げたりだとか、うん、同じところに集まるんだったらもうちょっとキャッチャーが気を利かして散らさなきゃいかんよね。なるほど。もしかするとね、要求されたところにきちっときちっと行ってるっていうことでもない、うん、じゃないね。うん、だからその牧原もファールファールで粘りながら、うん、同じ高さで同じようなタイミングで全部ファールできてたから最後には捉えたというね、うん、まあ、そういうサヨナラヒットだったけど、はい、まあ余談だけどね、うん、モイネロがこの試合3者連続の3球三振、おーボール1球もないというね。うん、でもこれもちょっとした記録らしいんだけどもね、はい、まあ、ね、モイネロ自身2度目というね、すごいですね、はいはい、で2試合目、4対0、うん、ソフトバンク、はい、まあ、東浜がやっと久しぶりに勝ったという1ヶ月ぶりの4勝目、うん、
まあ、7回を0点、まあ、2安打という。やっぱ丁寧だわね、うん、で東山のヒーローインタビュー聞いたらやっぱ DeNA の打線というのはやっぱこうしつこいし強力だということで、まずはやっぱ低め、うん、で勝負どころのボールっていうのはより低めで、よくボールも落ちてたし動いてたということで、うん、まあ、なかなかね、まあ、DeNA 打線も捉えることができなかったんだけども、はい、まあ、この試合で援護したのが近藤、まあ、3安打1打点で、6月に入って4割飛んで9厘と、まあ、6月だけの成績だと、まあ、調子を上げてきてるんだよね、うんうん、ただ DeNA の方は4点中2点かな、はい、まあ、タイムリーエラーが絡んだというね、うん、まあ、そういう試合だったんだけども、最近の石田、はい、いいピッチングはするんだけど援護点に恵まれない。うん、このままだったら疲れだけ残って、うん、いいことないからちょっと調子が落ちていくよ。なるほど、うん、やっぱ頑張ってね、援護してやらないとね、うん、はい、はい、で3試合目、6対5 DeNA、まあ、3回までに5点を取るなどね、うん、まあ、牧、オースティン、桑原などが打点を挙げて、はい、まあ、東を援護、うん、ね、東も期待通りにまあ、抑えていくんだけども、5回栗原ツーラン、8回近藤がツーランで追い上げられるんだよ。で9回マウンジして安明にバトンタッチ、はい、ね、うん、ノーアウト1、2塁から栗原タイムリー、うん、ノーアウト1、3塁からね、をまた作って攻め立てるんだよ、うん、まあこれはやられるなと思ったら、もうなんか流れとしてはなくね、うん、嫌な感じですよね。いやもう完全にまだノーアウトだったから一三塁が、うん、で代打谷川原、はい、まあ、セカンドゴロ、野村を三振、うん、中村をショートゴロ、はい、まあ、1点差で逃げ切って東が6勝目という、はい、やっぱね山崎康明がちょっと状態は悪いよ、うんうん、でも状態は悪いけど、はい、谷川原とあの野村をね、うん、三振取った時、球が谷川原はセカンドゴロ、うん、野村を三振取った時は、はい、もうね全力の力で目いっぱいいってたよ。うーん、一つギアが上がる感じ、うん、それと感じはね開き直ってる感じがした。おー、だからね常にそういう状態で上がれると安明はこれから上がってくるかなっていう、うん、やっぱね気持ちがね少しね引いてしまうと打たれるね。うん、もうね全力で投げてし声もめちゃくちゃ出てたよ。投げる時にやっぱ気迫を感じたというかさ、久しぶりに安明の、うんうん、だからその失敗しそうだって不安定だったけど何かを掴んでくれたのかなっていうような、うそういう抑えだった。だからこれからちょっと変わって安明も変わってくるかなという感じがするよね。うん、うん、なるほど。まあでもねソフトバンクはやっぱさすがだわ、うんうん、追い上げていくもん。もうね、もう DeNA は、うん、中盤6回から0ですけど、このソフトバンクはね、うん、中盤終盤どんどん、そうそうそう全部流れが変わってしまって、そうですよね、うんうんうん、まあだけどやっぱ藤本監督とすればあそこまで9回追い詰めて逆転まであったのに勝ちきれなかった、同点にできなかったっていうのは、ね、やっぱ悔しい敗戦になったね最後 ね、はいはいはい、続いてオリックス対ジャイアンツ、はい、ね、オリックス山本、うん、曽谷、山岡、はい、で巨人は高橋、戸郷、山崎よりと、はい、いうことで1試合目2対1でオリックス、うん、山本8回96球4安打6三振1失点という、はい、まあ、中田にタイムリーを許すだけだったんだけども、うん、やっぱり見ていて、うん、自在だね。余裕があるというか、やっぱこう隠し持ってるボールが途中まであって、うんうん、5回ぐらいからちょっとカットボールを入れ出したんだよね。で今シーズンはあんまりカットボールっていうのを使ってなかったんだけど、まあこの試合そんなに調子は良くなかったんだと思うんだけどね、はい、だけどそのカットを入れることによってジャイアンツ打線がまた一つ考えなきゃいけないということで、うん、翻弄してたというか、そのカットボールがね、うん、だから非常にやっぱこう余裕があるんだなっていうふうに思ったね。うん、その
山本を援護したのは3回、はい、まあ、満塁から森がセンターオーバーの2点タイムリーというね、うん、やっぱ森はすごいね、やっぱ勝負強いというかさ、ただこの試合、はい、負けたとはいえ、うん、巨人の2番手菊池が素晴らしかったんだよね。3回3分の2、うん、45球を投げて、うん、11打者5三振というで無失点というね、うんうん、だからなんていうの、この緊張感のあるね競り合いの中 で自分も首を振って自分の投げたい球で三振を取ってたんだよね。だからそういうことができるようになったっていうのは一つの成長かなっていうふうに思って、だから菊池っていうのを先発させると面白いかなっていう、まあなんかこういいものが出たなっていう。で原監督もやっぱこの山本に対してやっぱどんどん仕掛けていってた。まあ山本がスッスッとかわしたけど、まあだけど戦い方とすれば、まあ山本だからまあ、しょうがなかったかなっていうような気もするね、この敗戦はね。はい、はい、で2試合目、うん、曽谷戸郷10対0巨人ね、まあ16安打10点、はい、この試合で5打数5安打ウォーカー素晴らしいね素晴らしいあの2塁打が出たらサイクルというね、うん、ことだったんだけど、まあ3打点を挙げて、まあ、大活躍という ねで4回岡本がねやっぱこうサードで久しぶりのサードでさ、うん、あのファインプレーするんだよね、はい、うん、でファーストに送球したハーフバンドの送球を中田がまたすくい上げるという、うん、やっぱうまいね中田は、ファーストに入ってるとね、うん、はい、で戸郷が7勝目138球を投げたという、はい、ね、まあ、そういう試合だって大味なゲームになったんだけども、うん、まあ、曽谷まあ、どういうピッチャーかというと、うん、まあ、そこそこ、いいと思うんだけど、はい、まあ、2回ノーアウトランナーサード、うん、ウォーカーに3塁で打たれるんだよね、はい、でその後大城ブリンソン、うん、吉川をね打ち取るノーアウトランナーサードで点をやらなかったシーンがあったんだけど、はい、あれを見てるとああやっぱりいいピッチャーだなっていうのを感じさせてくれた。だから将来的にやっぱこのピッチャーも勝てるピッチャーになってくるだろうなっていうのを感じさせてくれたね、はい、はい、で3試合目、はい、6対0、うん、巨人、はい、延長10回、うん、延長10回で6対0みたいな。そうですよ、1対0じゃないの6対0の、うん、10回代打丸、うん、丸が残ってたんだよね。やっぱ層は厚いというかさ、選手もそうですね、まあ、あのキャリアがあるね、うん、人たちが残ってるという代打丸満塁ホームラン、うん、ね、それで一気に4点を挙げて、うん、で飽き足らずウォーカーが一人置いてツーランホームラン、うん、ね、6対0、はい、ね、素晴らしい投手戦に幕を閉じたんだけども、9回までと全く違う展開ですね。まあ、9回まで0-0だからねで山崎より8回120球5安打6三振、うん、1四球、いつももうちょっと出すんだけどもさ、うん、やっぱ この日はやっぱ粘れたね、無駄なことしなかったね、うんうん、で0点と、はい、で一方山岡7回、うん、7回まで来たよ、5回までの男って言われてたんだけど、5回でしたっけ、5回、で6回行ったらやられるという、うん、でもこの前6回をクリアして、あ、そうでしたね、今回7回をクリアした、うん、で7回94球3安打4三振、うん、で0点という、ね、まあ素晴らしいよねこの投手戦というのはね、うん、本当に隙を見せなかったというかさ、やっぱフォアボールがないから、はい、まあ隙もないんだろうけど、うん、やっぱこう打ち取り方とかね、もうそういうのもよく詰まらしてたし、お互いに、うんうん、非常にいい投手戦だったけど、はい、まあ、最後は丸がね、うん、満塁ホームラン、やっぱキャリアがあるなっていう、経験者だなって思うよね、まあ、それとダメ押しのウォーカーという、へえ、ね、ウォーカーさんと丸くんだウォーカーさんだからね、ウォーカーさんはもうすごい絶好調ですね、はい、はい、ということで、うん、ロッテとヤクルト、はい、ね、ミマ、メルセデス、カスティーヨ、うん、ヤクルトは小川、高橋奎二、サイスニード、はい、ね、試合目10対3ヤクルト、はい、ね、7、8、9回で8点を取る、うん、まあ、打線は上向きかなと思うよね、うんうん、
まあ、その中でサンタナ、オスナ、内山が、まあ、非常にいい活躍をするという、まあ、ヤクルトらしさがね、戻ってきてるのかなっていうような感じがするよね。そうですね。それとリリーフした星も清水もまあ一時期ちょっと悪かったんだけど、まあ、良くなってきてる兆しが見えたし、うん、ああいい勝ち方だなと思ったよね。でロッテは、まあ、これで5連敗、うん、ね、6本しかヒット打ってないんだけど、うん、まあ、その中で3本がポランコ、うん、1本のホームランを含むんだけど、まあ、ただ負けたとはいえポランコが4番でこう回り出してきてるというかさ、うん、ロッテの方は、うんうん、だから非常に軸ができていいなっていう感じは受けた。ただヤクルトがやっぱこう上向きになってきたなっていうね、うん、まあ、そんな感じがしましたよ。で2試合目6対0、ロッテ、うん、連敗を止めたね。で高橋奎二、はい、登録抹消から1ヶ月の1ヶ月相手の登板、うん、でね高橋奎二がやっぱこれから勝てるか勝てないかはヤクルトの順位を相当左右するんだよね。なるほど。やっぱね高橋奎二が勝てないとなかなかやっぱ上にはいけないというか、うん、もともとする、うん、その高橋なんだけど、はい、ストレートの走りがいまいちなんだよね。うん、やっぱストレートで押してグイグイ押していくピッチャーじゃない。そうですよね。うんうん、まあ、だけど空振りが取れないんだよ。うん、で高橋奎二のまっすぐってやっぱり指に本当にかかった時っていうのはバットかさらせないんだよね。うん、でそのぐらいの勢いがあったのにロッテの打者が優秀なのかどうなのかわからないけども空振りが取れないというね。うん、うん、で2回四球などでフォアボールなどでピンチを広げ、まあ、田村に犠牲フライを打たれ、うん、まあ、5回には池田に2点タイムリーを打たれるというね。うん、でピッチャー変わって7回には山口にスリーランホームランを打たれて、まあ、勝負を決めるんだけども、メルセデルスの方は5回までノーヒット、うん、うん、ね、まあ、打線は3安打と全体的に抑えられて、まあ、昨日のあれだけ7、8、9で8点を取った勢いはどこ行ったみたいな、うん、ね、3安打で、うん、だから波があるなと思ってね。本当ですね。うん、だから打線が上向きだなと思った一戦から逆にコロッとね、え、大丈夫かみたいな、うん、ただ高橋奎二がまあね負けたということが、まあ、ショックだったのかなっていうような気もするけどもね。うん、はい、はい、で3戦目カスティーヨ対サイスニードは3対2、うん、ね、カスティーヨ来日初勝利、はい、2度目の登板でね、うん、6回88球4安打7三振、うん、まあ、無失点という、はい、まあ、ボールがよく動くわ、うん、でやっぱ手足が長いというかさ、でちょっとこうスリークォーターよりちょっと下ぐらいから投げて、うんうん、やっぱ落ちるボールも有効だし横に曲がるスライダーも有効だし、まあ、非常にやっぱこれからこう勝っていけるピッチャーかなっていうふうに思うね。うん、あで3回中村の先制でホームラン、先制ホームランで、はい、1点取るという、まあ、5回にはサンタの三塁ランナーで、うん、まあ、走塁ミス、ゴロでスタートしてないんだよね。なんかね、うん、いやだからスタートしてたら、うん、多分ワンアウトしか取れなかったのが、うん、スタートしてないサードランナーでスタートしてないからゲッツになっちゃったんだよね。うん、まあ、そういう走塁ミスもちょっと痛かったなっていうね。まあ、そんな感じがするし、まあ、6回に佐藤のタイムリー、うん、7回には村上のタイムリーエラー、まあ、送球ミスでね、うん、失点をしていくわけだけども、はい、その村上が9回、うん、増田からツーランホームラン、はい、だけど試合を振り返ると自分のミスで3点目を挙げたっていうのがね痛かったなっていうね。そうですね。だからまあホームラン、もしあれがなかったら同点ホームランになってたのに、最後ね、うん、ツーラン惜しかったなという試合にはなってしまったね。うん、はい、はい、やっぱミス多いな、どこのチームもな、ね、攻撃でも守備でもですかね、はい、ちょっと多いな、走塁でもね、うん、はい、ということで最後、はい、まあ、西武対中日、うん、与座、本田、宮川、はい、中日は鈴木博士、涌井、うん、柳というね、はい、で1試合目、ね、うん、中日が2対1、はい、勝ち、まあ、与座、うん、変則、ね、
5回に木下、はい、セーフティーバントからチャンスを掴むんだよね。で木下談話、与座なんか打てると思わなかったっていう、まあ、そっからの発想だからさ、でそれをそのチャンスで岡林細川のタイムリーで2点を取るというね、うん、だけどこういうアイデアがやっぱチームを救ったりする時あるんだよね。だから本当にあの木下っていうのは打てないと思ったら何とかして塁に出なきゃいけない、で塁に出たいというね、うん、まあ、そういうことで考えついたと思うけど、うん、決して足の速いバッターではないし、うん、選手ではないから、うん、まあ相手も油断してたのかもわからないけども、うん、まあ非常にいいアイデアだったね。ねえ、なかなか勇気のいる、うん、まあそうだねですよね、はい、うん、でこの試合で鈴木宏が先発、はい、5回3分の2、うん、89球5安打、うん、1四球0三振0失点という、うん、わかる、この三振がないっていうのが、うん、これがやっぱり一皮むけたかなっていうふうに思うのは、うん、どちらかというと速球派で向きになるタイプだったんだよね、うんうん、で三振も取りたいピッチャーだと思うんだけど、打ち取ろうとして投げてたね。なるほど、うん、で力みも感じないし、その分制球も良かったということで一つのフォアボールしか出してないというね。だから三振は取れなくても勝てるんだよっていうことを、まあ、感じたのかなっていうね、まあ、そういうピッチングだったよ。なんていうの、まあヒーローインタビュー鈴木だったんだけどもさ、はい、泣いてる女の子のファンがいたね、鈴木が勝って、へーへーっていうのはあれですけど、へーじゃないよ、うん、いやほんとほんと、だからまあそのぐらい久しぶりに勝ったというね、うん、なるほど、鈴木がね、うん、で与座も良かったんだよ、7回95球7安打2失点というね、うん、まあ木下の意表をついたセーフティーバントが動揺を誘ったかなというね、まあそういう試合でした。はい、はい、で2試合目、うん、2対1西武、はい、まあ、投手戦、うん、ね、これはね本田からずっとつないでいくんだけども、西武の方は、はい、涌井はね、まあ、1人で8回まで投げたのかな、はい、うん、まあ、その投手戦7回に源田のタイムリーで、まあ、先制するんだよ、はい、で9回増田が捕まる、うん、ね、1、3塁だったかな、そこから代打ルーキー村松、はい、同点儀比という、やっぱ立浪監督もまあいないっちゃいないのかもわからないけど、ここでルーキーをよく代打で出したよねだけど村松っていうのはさ、やっぱ勝負強いわ、勝負強い、ああ、うん、でサヨナラも2回 で、ね、唯一の2回を村松が2度とも決めてるじゃない、うんうん、まあ、そういうことも買っておそらく代打を出したと思うんだけども、やっぱ度胸が座ってんだよこの選手は、まあ、いい選手になるよこれ、勝負強いもん、うん、あ、まあ、この2回サヨナラやってるっていうので、よし3度目の正直じゃないけど、うん、まあサヨナラにはならないけど、正直そう、2度あることは3度あるじゃないですけど、また、まあ、逆転につながるとか ね、まあ、そういうことをしてくれるかなという、こういう場面ではいつもいい結果がみたいなところもあるんでしょうかね。まあそうだね、うん、だからまあ中日にはすごく粘りが出てきたなっていうね、うんうん、まあ、そういう感じだったんだけど、まあ、9回裏、まあ、長谷川がサヨナラホームランという、ね、まあっさり終わっちゃうんだよね、あれって思いましたね、うん、だから祖父江があんなに簡単に打たれるのかなっていうような感じもしたし、うんうん、だからちょっと意外な幕切れだったかな、あれと思ったんだよね。そうですね、その前の攻撃ではこうね、うん、いろいろありましたから、そう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 、だから、うん、まあ、そういう意味ではなんか最後はあっさりしてたなっていうようなね。ただ長谷川もコンパクトにね、そんな力感なく振り抜いたというのが、まあ、フェンスオーバーしていったというね、うん、まあ、見事なサヨナラだったけどね、はい、まあ、涌井8回117球5安打1失点という、うん、涌井の時にまた援護点がないというね、うん、まあ、なんとかしてやらないと、まあ、涌井は淡々としてね、うん、自分の仕事をこなしていってるけども、はい、やっぱ勝たせてあげたいよねこのピッチャーには。はい、3戦目、はい、8対2、ね、中日、うん、まあ、中日がカード勝ち越し、はい、ね、柳が完投、もう完投したいピッチャーなのよこのピッチャーは。そうなんですね、うん、で9回123球4安打
ゼロ四球、うん、ね、四球がなかった二、はい、失点というね、まあ、打線は 1,2 回で5点を取って、うん、ね、まあ、この試合で DH に鵜飼を使った、その2番に使ったんだけど、はい、この鵜飼が、まあ、ツーランとかね打ったりとか2回に、うん、4番細川が3打点とか、まあ、そのうち、ホームランがあったりだとか、うんうん、まあ、柳をすごく援護したね、まあ、最初からね、はい、うん、だから、まあ、非常に柳も気持ちよく今日は投げれたと思うし、うん、柳はいつも立ち上がりに捕まる傾向があったんだけど、はい、今日はうまく立ち上がって完投をしたという、うん、やっぱこう冒頭に言った村上の完投負けっていうのがあったじゃない、はい、リリーフを休ませる阪神の、うん、はい、で中日もねだいぶやっぱこうリリーフ陣が疲れてきてるよ、はい、でもそこで柳が完投で勝ってくれたっていうのは、うん、すごく素晴らしいことだね。なるほど、うんうん、まあ西武の方は宮川が5回6失点と、まあ、ちょっと誤算だったかな。そうですね、はい、ただこの試合でね5番に入った渡辺が、うん、5回にホームラン、はい、でこの試合2安打と、まあ、活躍はしてるんだけども、うん、まあ渡辺はね4番に使われて、まあ、今マキノンに4番を渡してるけど、うん、まあ渡辺がね4番を打てるようになったらまたなんかこうチームが変わるかなっていうような感じもするし、うん、しかし西武は昨日の勝ちをサヨナラ勝ちをね、うん、まあ、生かすことができなかったなっていうようなね、ちょっとなんていうのかな、勢いがつくかなと思ったらもう全然だし、まあ、ヤクルトもそうだよね、結構こうね波が激しいな、ね、うん、それで、この試合小深田君よかったね、スリーラン、ね、逆転スリーラン、ね、さよならね、はい、で前川君、はい、ね、うん、プロは初ヒットも打ち、うん、まあ、DH に入って2安打するというね、うん、まあ、これからのその阪神を背負っていく、うん、まあ、将来的にはね、まあ、そういう選手が活躍をしたというね、はい、広島矢野ちゃん、やめやないかい、はい、さっきもね、再三張りましたけども、うん、でも今日はエラーしてたけどね、あらエラーしてたけど、はい、やっぱりこう究極に緊張する場面でもうポロッとしたり悩んだしたら同点だからさ、うん、ね、そこをやっぱこう捌き切れたという、また今日の走塁とかね、まあ矢野ちゃん見事だった、うん、ね、でソフトバンクの方はコンちゃん、はい、やっと来たなっていうね、コンちゃんらしくなってきた、うん、ね、これからも頑張ってというね、はい、でジャイアンツウォーカーさんやりますよウォーカーさん、うん、ね、ブリンソンがファームに落ちたけど、うんうん、だけどウォーカーさん頑張って、ね、うん、でマル君やりました、うん、ね、スタメンから外れて悔しさを晴らしました、はい、ね、で来日初勝利、はい、カスティーヨ君、はい、ね、このピッチャーも勝っていけると思うよ、うんうんうん、だから期待してます、はい、で柳君、はい、柳君は本当にご苦労様いや中日ねやっと援護点がたくさんもらえて立ち上がりをうまくいけて、それで 何よりもリリーフ陣を休ませてあげられたということが、うん、まあ、最大の収穫かな、ねえ柳君、うん、ね、ね、まあね、なかなかね勝ちがつかなくってって言っててからは、うん、今回2勝目ということで、ね、そうだね、だから流れが変わ、うん、柳の流れ自体が変わってきたなっていうような感じがする、はい、でトータル的にパ・リーグが24勝、うん、はい、ね、セ・リーグが28勝、ちょっとセ・リーグがリードしてるリードしてきましたか ね、はい、予想ではセ・リーグの方が強いんじゃないかって言ってただけに、このまま言ってほしいとは思わないけど、うん、思わないけど、まあ、今のところ私の予想通りになっております、あんまり声大きく言わない方がいいんじゃないですか、ね、はい、そうですね、はい、はい、まあ、今夜も看板やちいちゃんとお送りしましたが、はい、ね、看板やちいちゃんに気がついた人は、声をかけてあげてください、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、はい。